まだ続くのこれ。まだ登るの？ひたすら。天竜スーパーオリンド。まだ登るの？GPS が効いてない。大丈夫なとこ。天竜スーパーオリンド。これ来てよかった道なの？多分でもね、こういう機会がないとね。来ないね。天竜スーパーオリンド。言われてもやだもんね。そう。でも2回目はやだもん。うわー、崩れてる。ダメじゃん。これ帰れない。すごいよ。こんなバカな。埋もって割れてる、漏れてる。ダビューティルのチャンネル。おはようございます。おはようございます。アニオタリダイナンダーのルトちゃん、また旅のコメライダーのスイちゃんです。今日はね、ツイッターの取引友達、まあ、全国各地にいるんだけど、まあ、近場のカズさんっていう人がいるんですね。そうそう、めっちゃもうあのツイッター界隈の取引界隈ではね、もうかなりもうすげえ人。そう、まあそんなね、あのもう回遊魚みたいなね、超達人の方がいまして、そう、それでね、あの取引友達ってね、みんなあの距離がバズなんですよ。なんか距離がバ、もうね、距離の感覚がね、おかしい。そう、で、今日ね、そんな取引友達がちょっと何人か集まって、じゃあツーリング行きましょうって話になりまして、うん、集合場所の方までね、行きたいと思います。はーい、はーい、じゃあ行ってきまーす。浜名湖綺麗、めっちゃ水面綺麗だね。ね、キラキラしてるわ、うん、朝の美しさ。は何でわからん。あ、バイクが止まっとる。え、お、下の、あ、トイシティがいる。トイシティがいる。あ、トイシティがいる。あ、トイシティがいる。あ、じゃあこれ TMAX ってトイシティ。これ、カルオさんかな。あ、違う、旅猫ステッカーが貼ってある。カズさんじゃない？カズさんじゃない？なのかな？じゃあ俺もちょっとこれを脱いで。暑い。さあ、天竜二股駅着きましたね。あっちにね、SL があって、駅がこんな感じでね、もう待ち合わせのカズさんいましたよ。はい、カズさんのね、取引ですよ。おはようございます。おはようございます。来ました。初めましたで、ね、来ました。さあ、続々と集まってきましたよ。これはまさか、まさか、まさかのバーン。出た、旅猫 T シャツ。ありがとうございます。めっちゃ青いですね。すごい青みたい。始まりますよ。始まりますな。秘密結社旅猫島のツーリングが。前3台トリッキーだ ね。今日ね、先導がカズさんなんでね、めっちゃ安心ですよ。はい、出発。前からカズさん、サッチさん、カドウさん、ルタジェンマ、キーちゃんです。はい、はい。今日はね、この5人でね、舗装林道っていうところに行ってみたいと思います。あ、待って、ギア入ってない。トリッキーに負ける。やってる。変な人だよ。目的地は三作坊ダム。ただし、これまでの大雨でメインルートはほぼ通行止め。そこでルートは天竜スーパー林道となり、山の尾根を渡る道、つまり普通の人間にとってハードモードのプレイとなります。一本入るとすごい狭いんだね。ね、多分あっちが左がさ、通行止めがあるかもしれんね。ああ、迂回するためのね。うん。嘘でしょ？何？ああ、こっちならいいわ。あ、びっくりした。こんなとこ登りたくないと思ったよ。これは。これは嫌いじゃない。ね。うわー。ずっと登っとるね。登っとるね。ど好きだね。これ何の道？わからん。曲がるんだ。さすが。キャンプ場もないんだね。ね。結構な角だよ。ね。三角。
カズさんすげえな。なんでこんなとこ走るの。ねえ、さすが相当ですよ。いい道知っとるわ。ねえ、絶対落ち武者がおったとこだなこれ。これね、こんな道だって普通選ばんもんね。選ばないよ、行ってみようなんてだろ。でかい車あるよ。本当だ。暑いしかも落石怖い。これ崩れた後じゃん。ね。穴開いてる右側。穴開いてる。穴すごい、穴すごい、穴すごい、穴すごい。おー、これは MG って、あれ、R って。オフちゃん。なんか、やばいとこに来ちゃったんすけど。何ここ。めっちゃ山の上。どこに拉致られてるの。山の上のオクラですよ。はぁ、まだ登るの。まだ登るの。ずっと登りだよ。ねえ、まだ登るの。うん、登ったら降りるはずじゃん。ねえ、降りないもんね、全く。かれこれ30分ぐらい登り続けとる。あー、休憩します。走り続けるよ、ずっと。もう、あ、開けるよ。これ、何回も騙されとる。え、何回も騙されとる。ここ頂上って。イエーイ、これはいいぞ。気持ちいいぞ。一回止まってほしいな。あ、止まった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 。え、ちょっと待って、私、アスファルト。アスファルトで、アスファルトで、アスファルトで。いや、柄がいい。あ、そこでいい、そこで。お茶飲みたいのよね。うん、すごいとこに来ましたね。すごい山の上。でもいいでしょ、信号が行くもない。行こうね。すごい。写真撮りましょうかね。え、せっかくなんで。さあ、とりあえずね、三作坊ダムまで到着してね。とりあえずラーツーですよ、今回ね。ラーメンを食べようと思います。湖底に消えた思い出の村。すごい、すごい、見える。そして上流側。いやー、すごい綺麗だね。ということでね、はい、今日は三作坊ダムまで来ました。秘境ね。ツイッターのね、取引仲間のカズさん、サッチさん、ガルオさん、はい、ね、その3人プラス我々旅猫夫婦。うん、うん、もうめっちゃ疲れたね。面白かった。もうずっとひたすら坂登ってばっかりですね。そんな感じなんだけど、帰りはこれ違う道で帰るのかな。そうじゃないかな。ね、まあそんな感じでね、すごいいい景色見させてもらって、ほんとカズさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、今日はカズさんのね、カズさん主催のミステリーツアーっていうことで、行き先も知らされずにね、来るツーリングでした。はい、うん、またね、こんな面白いミステリーツーリング
来たいですね。ね。ね。これは楽しかった。楽しかったです。はい。じゃああとは安全運転で帰りましょう。はーい。はーい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。はーい。バイバーイ。これで152号線出れるんだよね、きっと。ぐるって回るだけなのかな。ここに繋がる道がひどいひどいひどい。やりすごいよここ。うわーすごい。うわでっかい穴開いてるわ。うわひどい。え、なんか、なんだ。うわー崩れてる。ダメじゃん。ね、まさか帰ろうと思ったらこんなの。マジでこれ